双葉商事の偉い人たちって知ってる？どうもクレシンマニアです。ヒロシが勤めている会社の上司といえば部長ですが、さらに上の役職の方が出てきたことがあるんですよ。2000年放送の会社の保養所は楽しいぞっては、専務が登場。車の運転が下手くそで会社では鬼の専務と呼ばれているそうです。1993年放送の父ちゃんの会社で遊ぶぞっては社長が登場。顔は怖いけど優しい社長で、会社に来てしまったしんのすけとアクション仮面ごっこで遊んでくれました。1997年放送のお届け途中で迷子になったぞっては会長が登場。会議の資料をヒロシに届けに行くしんのすけ、その途中でお財布を落とす高齢者に声をかけるしんのすけ、なんとその高齢者が会長でした。そして会長に連れられてしんのすけは無事に会社へ着くことができました。